考えがまだ幼かったのか、プロレスが本当にそのドラゴンボールだったと、うん、リアルだ、うんうん、入り口はそこだから、やっぱり、うん、それとね、ちょうどやっぱりね、バク転とかがかっこいいなって思ってたのと練習してたんですよ、うん、その時期とプロレスのね、なんかこう空中殺法とか、うん、かぶったんですよ、うん、そこに打撃とかやっぱね、僕の入り口は WAR 対平成維新君なんで、うん、やっぱこうアウェイ艦長の蹴りとかね、うん、かっこいいな、うん、それを避ける折原さんとか、うん、爆中とかムーンサルトする折原さん、うん、かっこいいな、戦ってるんですよ、うん、回転しながら蹴りを避けながら、これでリアルドラゴンボールですよ、うん、なんか避けてガードして打ち返してっていうのもかっこいいと思ったけど、打たれても打たれても効かないから打たれてんだろうなと思ってて、うんうん、でもやっぱり途中で効いてるんですよ、やっぱり、うん、効いてるけど、それでも立ち上がるっていうところにもまた新しい、あ、プロレスすげえみたいな、うん、これプロレスやっぱ最強なんじゃないかって、うん、全てにおいて最強みたいな、うん、の感じ取ったのがやっぱ、うん、プロレスだったんですよ。バックドロップを食らうことでプロレスのになる、うん、そう、ラリアットとバックドロップってやっぱこうなんかプロレスじゃないですか、好きななんかこう、うん、技ランキングに絶対入る、そうですね、はい、うん、単純でなんか一番いい技ですよねそうですね、結構イブさん思い出させられるんだね、プロレス技で。なんかでもね、久々だけど体は動くんだなと思った、受け身に対して、うんうん、勝手に反応してた、うん、ちょっと恐る恐るラリアットを受けてみたけど、うん、最初はあれみたいな、うん、意外とちゃんと受け、なんか受け身取れる、あ、でももうフルパワーでみたいな、うん、あ、大丈夫か、あ、じゃあバックドロップいけるかな、やった、わーって戻ってくる、わーって戻る、うん、わーって戻った、うんうん、もうアイデアがいっぱい思いついたし、いきなり、うん、うん、いや、いい練習になりました、本当に、なんか受けれたっていうのはやっぱ一番の自信になったし、うん、なんか収穫ありですよ、うんうん、楽しかった。